はい、毎年秋ですね。秋といえば栗。違う、秋といえばサンマということで、今日はねサンマを焼いていきたいと思います。はい、今日釣ってきたからもろスーパーの袋入ってる。出てー、あれ一匹しか無理じゃねこれ。あっ、スーって言ってる。すまんな。よいしょ、よいしょ。あ、仲良し。でかいな。仲良しです。これでしばらく待ったらジュルリ油さっきサンマが食べれるよ。皮なくなる予想は。皮が外れて、あの身だけになる。ボロボロになると思う。これ身もボロボロになると思う。その辺はあの極めて。オッケーオッケー。秋って感じすごいな。そこで秋を感じれるって。そうやで、そうやで。ひっくり返してみますか。上手にひっくり返しては身が半分とか嫌や。任せてください。いくよ、せーの、せーの、せーの。ついてる、ついてるぞこれ。おお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 、めっちゃ美味しそう。それ余裕ちゃんやから。こっちめっちゃ綺麗やん。いいねいいね、すごいすごいすごいな。うまそう、うまそうです。うまそう。あともう少し待ちましょう。皿の準備しよう。皿の準備っていうか、ウインナーの準備するのやめてくれる。早く食べたいのにさこのサンマやね、サンマの時間ですから。このイーブスされたサンマ絶対美味しいよね、うん、この油でさ、プチ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 、ちょっとほら、ジュワジュワジュワって油で。その大きいの食べたい。え、どっち？皮がめくれてる方か。大きいやんな。大きい。もうジュクジュク言ってる油が。ジューシー。サンマの油も美味しいよ。油なくなるまで焼いたるわ。いやいや、ほっするねん、体が。ほっする？油を。まだ？もうちょっと。もうちょっと。こことか、じゅう。やばいぞ、それは。さあ、儀式お願いします。儀式、かけてください。うちがすんの？はい。いやいや、そんな重要な役。何が重要やねん。いやいや、こんな美味しくできてんのに、交代。こんな儀式に参加できるわ。できました、サンマの塩焼き。塩焼いてないけど。いやーサンマ、サンマ、秋サンマいただきます。お、うまっ。うん、おいしい。あのね、内臓いただこう、内臓。この内臓が美味しいのよ、ここ。うん、おいしい。アクはやっぱハンマ。ぜひ皆さんも、すごい焼くまでむちゃむちゃ時間かかりますけどサンマぜひとも焼いてください。風のある日はタープ持ってきたらあかんで、うん、今日はすごい、今日も風すごい見て、この綺麗な食べ方。すごいすごいな、残ってないや何も。うん、前世猫やったんじゃん前世猫やった。ごちそうさまでした。やっぱ外で食うサンマはいいね。いや初めてやってたな、すごい美味しい、うん、初めてにした上出来。うちこんだけになった。なんで俺に本人渡すね。本日もありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ帰ろうか。いやいや。え、なんで？だから肉焼くです。肉ですか。そやな。肉焼いて。焼かせていただきます。あ、まずあのさっきウインナー。ウインナー焼かへん？ウインナー何でも焼かせていただきます。